ダッシュで行こうぜ。どうも武田でございます。おおおお、びっくりした。この仕掛けも行く。刻んで行こうぜ。男か女かわからないおばさんスパイ。はい、ということでサムネとタイトルを見ていただいた通りなんですけれども、うん、気になったことがありまして、当たり前のように陸上スパイクって履かれて皆さん走られるじゃないですか。そもそもピンの存在って何なんて。前分かったんじゃないの。いやいやいや、その 50m でさ、はいはいはい、シューズとスパイクの比較したわけじゃん。その時に分かったんじゃないの。いや分かったんですけど、いやもっとこう深掘りというか短距離界で話題のピンレススパイクってあるじゃないですか。はいはい、ピンレスありますね。ピンこれいらねんじゃねってなったからピンレススパイクが出てきたんじゃないですかって思って、じゃあピンなしとピンありどんぐらい差が出るの、もしかしたらこれピンなしにした方がタイム上がるんじゃないのって話です。みんなねやっぱ固定概念にとらわれすぎあのスパイクってピンがついてるから当たり前のようにピンをつけて走ってるわけじゃないですか、はいはい、それがタイム上がると思って買うからそうなるってことですよね、はい、そう思って買ったスパイク実際ピン外した方が早いんじゃねえかって話。なるほどね。スパイクのピンありとなしで、はい、ピンレスじゃなくてピンなし、もうなしなしですね。なし、はい、これさ待って、まあ、僕走るんですよね、まあ、もちろんこの格好ですからわかった。僕は比較企画ですけどピンの大切さを皆さんに分からせてあげます。ああなるほどね。ピンって大事なんだなって思う動画にもなるし、あれもしかしてこれピンない方が早いんじゃねっていうなんか革命が起きる動画にも なる俺の今から走る 1,2 本で革命起きちゃダメじゃあ 50m 走でピンがありかなしかどんぐらい変わるのかやっていきましょうか、はい、TKD プロジェクトといえば 50m ですから。じゃあやっていきましょうか。はい、ではやっていきましょう。オバポーズダッシュで行こうぜ。はい、ということで履いていくんですけれども、今回履いていくのはじゃじゃん、ソニックスプリントエリート2ということで、ここ1年ずっと履いてるかな。もういやでもワンちゃんマジでさ歩くね、ピンレスが速いってことは、これも実はピンいらないみたいな裏も結構ねゴツゴツしてるクッパのコアラみたいな。えはーい、シンプルに早っ。ダッシュで行こうぜ。俺のさ、撫でた動画あったじゃん、うん、あれ女の子からね、2、3件来て、はい、私もやりたい女の子、そう無理ですって俺の問題だからダメですって言って。シュウさん、動きめっちゃいいっすよ。いい感じ。うん、うわ5秒80はい、いい感じです。ちょっとかき回しすぎかな。あ、そう、うん、次、ピンなしでなし落ちるのか、上がるのか。普通だったら落ちるよ。落ちますね。落ちたとしてどんぐらい差が出るのか見ていきましょうか。はい、お願いします、はいはい、ということでピンを早速取っていきます。懐かしい、このピン回しこれ脱いだんだ。めっちゃ硬い。ちょっと入れてみて。おこの反対側もね、トライしてみていい。こっちでトライしてみていい。やばいね、これ分かんなっちゃってんな。あー動画ボツですあーダメだ、やっぱりなんかね、今携帯で調べたんだけど、うん、ゴムをかますと取れるっぽい。ゴムをここにかませてやるってこと、うん、そうですね、財布にコンドーム入ってたからこれで。どういうこと何があるか分かんないから。高校生かお前高校生の財布かお前財布にコンドーム入れておくとお金貯まる。あとは何があるか分からないし。いいコンドーム買うなお前お前は一生バタフライ使ってるお前はねえ、真面目な動画ですからマジ真面目だからね。スパイクにコンドームってめっちゃおもろい。逆に炎上しそう。炎上したら俺もう最悪なんだけど検証のために頑張ってやってんのにさ。滑る。やっぱコンドーム滑りがいい。これでどうすか。無理だね、無理だ。ダッシュで行こうぜ。どうも武田でございます。刻んで行こうぜ。童話に出てくる丘です。はい、ということで時間が経ったことが分かるからもうこれでお、初めて触りました。気持ちいいです、気持ちいいです、気持ちいいです。で、本日の動画なんですけれども、花見ですか。違います。あれから、はい、2年の時が経ちましたよ。あれから2年。2年経ちました。ピンありなしの企画をやってあれから2週間経ってそういうこと。そう、そういうことね。ボツにならないからね。あ、はい、ちゃんと今回持ってきました。こちら企画の説明とか全部話してるんで、今回これで走ってどうなるか検証していきたいと思います。うわ見てください、皆さんツルツルです。
そして僕もツルツル。 TK プロジェクトありがちなんだけど、動画の趣旨と外れたコメントいっぱい来る。今日はね、ピンありかなしかに注目していきたい。紙ありかなしかみたいな。じゃあ早速ピンありの方から計測していきたいと思います。はい、では行きましょう。はい、ということでヒートスプリントを履いていきたいと思うんですが、初めて履きます。あ、音いいね。フラットでいいですね。じゃあ行ってこようかな。はい、動きめっちゃいいね。いい感じ、いい感じ。タイム、はい、タッチダウンなんですけど、どんぐらいだと思います？6秒0とかかかっちゃって1ぐらいから。6秒12です。なるほど。ピンありが6秒12。はい、じゃあここからね、どうなるのか、もしかしたらタイムが上がるのか、やっていきたいと、はい、思います。見ていきましょう。はいはい、ダッシュで行こうぜ。2週間前5秒8だったからみんなに怒られちゃうかも。今出せる一生懸命ですね、皆さん。はい、ということで皆さん見てください。じゃじゃん、ちょっと走ってみるか。はい、ということで、はい、どうですか感覚は。力みました。ラ力んだ。なぜかというと、もう滑りそうで怖いから、滑らないようにでも力入れないとって思って、こうなんか力入っちゃった感じが。なるほどなるほど、はい、スタートの動き出しもちょっと力んだからっていうの、はいはい、タイムなんですけども、はい、はい、タイムいきます。タイムってお前6秒はい09です。上がった。ピンの大切さを皆さんに分からせてあげます。あれ上がったんだけど。2本目だからです。悔しいんで、スパイカーリーでぶっかしていいですか。まあ、どうだ。今と同じ感覚で、もちろんもちろん、もう一回ピンやりに行って。それはもちろん、それ。それでタイムが、やっぱりあんまり変わんなかったら、スパイクのピンはあんま変わんないけど、俺らなりの結論だそう。大学の時あったからね、こういうこと。あ、そう。シューズとスパイクでタイム変わんないなんてよくあったんで、ピンつけたいと思います。悔しい。全く同じ力感出しなんてね、難しいですから、皆さん。そもそも、限度がある、比較にも。ちょっと待って。え、撮ってる怖いんだけど。見せ見せ。抜けなくなった。これ嘘ついて抜けないみたいな。呪われてるよね。分かった分かった。おお。お前知恵の得意なタイプだろ。はい、ということでごめんなさい皆さん。ピンつけました。もうほんとエコひいきなしでちょっと出してくるから、これは、これあのヨシキとプクが見て、高橋さん今のエコひいきですってなったら、もうあのピンなしの勝ち。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで、マジで同じだから、これマジで本当に。ピンなしが6秒09。09です。で、ピンあり、正式タイム5秒89。ありがとうございます。まあ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 。そうだよね。一番まあ、大事なのは TKD がどう思ったかというか、それをまあ、見てる人に伝えていただいて。秒でありますよ。ピンは必要。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。OK です。間違い必要です。やっぱりピンなしとありで一番大事なところって何かっていうと、スプリントが大事な、その初期加速のところでどれだけ踏めるかっていうところにあると思うんですけど、あるのとないのでは雲泥の差ですね。運命の差だし、あれでも現れてるね。俺前回やったさ、乱収とスパイクってどんぐらい違うのみたいな。あれでももう、そうだね、あの通りだよね。僕もここまで変わってよかったなと思うんですよ。やっぱ長さは、その、多分レベルが上がっていくごとに、あ、僕短い方がいいな、長い方がいいな、みたいな感覚として出てくるので、皆さんもそういうところ、ちょっとまたレベルアップしていくときに、ちょっといろいろ考えてみてはいかがでしょうかということで。はい。皆さん、ぜひピンをつけてください。